JR 貨物多機1100経過車は1997年から1998年に24両が日本車両製造にて製作された37トン席のフライアッシュ及び炭酸カルシウム専用のタンク車である。車席は日本貨物鉄道、所有者は宇部高山の子会社である宇部高山セメントサービスである。保機線型に続く フライアッシュ及び炭酸カルシウム専用の貨車であり、タンク車では、初のオーロと袋で異なる積み荷を輸送する貨車である。また、粉体輸送の私有貨車では、初の軸重15トンを許容した車両でもある。FT23 型台車タンク体は、対抗性高張力構成で塗装は、薄青色である。二役方式は、エアスライドを併用した圧走二役方式で、 積み込み口は中央に一箇所ある。車端部には排気管がある。台車は多岐線系の FT21 型をもとにバネ特性を変更した FT23 型で最高速度は時速 95km である。DD51 型が経営して山口線を走る多岐線100系本形式は峰線峰駅に常備され峰駅にある宇部高山伊佐工場から 山陰本線、岡見駅にある中国電力三住発電所へ炭酸カルシウムを岡見駅から南駅へフライアッシュを輸送していた。2009年時点では24両全車が在籍する。また、2020年8月15日閲覧の衛星画像には、上高山伊佐工場内の専用ヤードに24両全車が映っている。 2013年7月の豪雨で山口線が普通になって以来本形式を使用していた貨物列車は長期運休、トラックによる代替輸送に切り替えていたが10月に発生した三住発電所のトラブルに伴い貨物運送自体が取りやめられていた。宇部高山が2013年度末に更新時期を迎える輸送契約の更新を行わないことにより 山口線の復旧を待たずに貨物輸送がそのまま廃止になる見通しであると報じられている。実際、2014年4月1日付で山口線における日本貨物鉄道の第二子鉄道事業は廃止されている。遠隔。宇部高山セメントサービス。2013年3月21日閲覧。交通新聞社。 JR 機動車客車編成表 2009P98 JR ミネセン貨物列車本年度で廃止100年余りの歴史に幕。く山口新聞 http://www.minato-iamaguchi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュやスラッシュニューススラッシュダイジェストスラッシュ2013スラッシュ1213スラッシュ 1p.html2014 年3月20日閲覧ありがとうございます。